こんにちは、ドレイクです。今日は大学の帰りにスーパーに寄ったんですね。で、キャンディーコーナーの方に行ったんですね。で、面白いグミを見つけたので、そちらを紹介したいと思います。それはこちらです。 Real Fruit Gummies の紹介です。これを見た瞬間、買わなきゃいけないって思いましたね。レアキャンディーコーポレーションで、このリアルフルーツ2つ買ってきました。1つはこのメドレーというもの、メドレーとトロピカルを買ってきましたね。トロピカルは次の動画で紹介します。ここに Naturally Flavored って書いてあります。すべて自然の味ですね。リアルフルーツ、略してリアフルですね。リアフルグミ。味が6つあります。チェリー、オレンジ、ブルーベリー、レモン、ラズベリー、そしてストロベリーですね。みんな美味しそうですね。美味しい味を期待してますね。ちなみに値段は1ドル29セントでした。日本円で109円ぐらいです。ジャムっぽい匂いがしますね。ジョリーランチャーグミに似てます。これグレープ、チェリー、ストロベリー、ラズベリー、レモン、そしてオレンジですね。チェリーから食べたいと思います。いただきます。もうちょっと美味しい味だと思ったんですけど、驚く味ではありません。まあまあな味ですね。で、歯ごたえがあんまり柔らかくないですね。ちょっと硬いです。そのままの味はまあまああるんですけど、完全ではないですね。続いてはオレンジ、こちらは美味しいです。ジューシー感もあるし、オレンジそのままの味だし、全てがパーフェクトです。さっきグレープって言いましたけど、これグレープではありません。ブルーベリーです。こちらも超美味しいですね。少しだけブルーベリージャムっぽい味がします。レモン、味が最高ですね。甘さもあるし、酸っぱさもあるし、全てがいいです。ラズベリー、なんかものすごくラズベリーパンチがあっていいですね。最後にストロベリー、全然まずくないです。こちらもなんかジャムっぽい味がしますね。ストロベリージャムの味がします。一番美味しかったのはラズベリーとオレンジですね。個人的にラズベリーの方が好きですね。5つのやつは美味しいんですけど、チェリーだけね、ちょっとなんつうの、変な感じがしましたね。変な味というか、なんつうの、完全な味じゃない感じでしたね。そちらを買えればいいですね。でもこれはまた買っていきたいお菓子ですね。点数だと95点ぐらいです。チェリーをもうちょっと美味しくしてれば100点満点なんですけど、ちょっとね、チェリーの味がまあまあだったので95点ですね。これが美味しかったらトロピカルの方がもっと美味しいと思いますね。あちらも期待してます。 Real Fruit Gummies Melee の紹介でした。次の動画をご期待ください。それではじゃあね。